はい、皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。たかしみともです。はい、今回の動画はね、なんかポチッとしてたんで。今回ですね、うっぷんしさんが思う、仮面ライダーという回にさせてください。感想動画では上げられなかったお話をします。まあ、なんだろ、今回の仮面ライダーって面白いのっていうと、50-50で微妙っていう感じなんですよ。なんでかっていうと、なんか、敵が増えていったり、ライフが増えたりっていうのはわかるんですけど、増えすぎが早いんですよ、ペースが。普通だったら中盤で出てくるような感じもわかるんですよ。中盤増えていくっていうのもわかるんですよ。最初は0番の時なんかは、いいですかね。最初、3人変身できたのも、前半であと2人増えて5人でした。5人かそこそこ、なんか中盤までなんか5人増えだして、まだ分かるんですよ。前半ってさ、増えすぎなんだよ。なんだろう。無事ではないけど、あれです。ちなみに、これ某ラジオの、あれみたいな感じです。多分これ聞いて何のラジオか、思う方もいますけど、ちょっと防衛関係の僕だけ言っておきましょう。僕の人は、ラジコで聞く頃にですね、どこの方ですね、とは言わないけど、僕ね、毎回、記憶しながら聞いてる。まあ、そんな感じですね。ひっ、あの、例えるなら、バイトの、鉄ですねって言いたくなるようなレベルです。これで分かった人はね、すげえ、何のアニメか、もう分かる。うまいですよ。まあ、それはいいんだよ。まあそんな感じで、分子さん的には今回、あれです。セーバーはちょっと強すぎてるから、最終的に誰かが、殉職すんじゃねえの？殉職じゃねえ？殉職ってか、2人とゲームオーバーなんてあれすんじゃないかなって、思った気もしますけどね。これゲームオーバーはあれです。序盤じゃねえな。クゼードの時の言い方してますけど、多分こうなるんじゃないかなーってウプネシャは勝手に思ってます。ということで、この動画はなんか意味わかんないような動画ですが、もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、この動画を終わりにしましょう。ということで、皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。